あ疲れた、沼津。ああ、もう楽しかった。楽しかった、もう楽しかった。ほんまええとこやった。ゆりさん綺麗でしたね。それ、優しい、優しい。それ帰りが特にめっちゃ感動した。俺初の風やからめっちゃテンション上がる。ほんまにめっちゃ。ひかちゃんの家もやっぱよかったな。ずっとキャンキャン言ってたケースが。もうほんま最高すぎる。おお、なんか今変な声聞こえた。猫猫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 猫お疲れ。お疲れ。お邪魔します。何？お邪魔します。何？楽しそうや。いや楽しそうや。楽しかった。楽しかったね。楽しかった。いやもうすんの楽しそうや。楽しかったよ。あ、どうぞ。あ、どうぞどうぞどうぞ。どこ行ってたって。え、あ、ごめん、沼津やね。ジョーラン、先月行ってんかったっけ。いや、まあ、行っててんけど、やっぱ行きたくなったから行っちゃった。まあまあそれはもう俺らが。ヒロミさんも家帰らなかったし。そう、うち帰らなかったからな。出張ばっかしてるから。こうなあ。というわけで、はい、どうも皆さん、レイギャルンとヒロミさん、マルさん、いつもならいつもです。あ、ごめん、ネックウォーマーのマルさんだよね。アピールしていく。アピール、すげえ。いやね、まあこんな始まり方したんですけど、ほんまに羨ましいやんけ。いやもうだって、ええやろ。まあ、行くよ、お手やってんけど。そうですね、僕ね、今やからこそ言えるんですけど、ほんまやったら、この沼津遠征に実は参加してたんですよ。はい、ただちょうどね、ちょっと仕事がどうしても外せない仕事が入ってしまって僕だけ行けなかったっていうね。もう、いやだから今実際、今ここに現に8人、僕抜いて8人います。で、8人で、遠征行かれたということでね、今代表の2人、今ここいてもらってるんですが、バックにもね、皆さんお疲れ様です。富士山綺麗やんだ。富士山綺麗やんだ。俺富士山生で見たもんね。はい、そんなもんなで。それで、まあ今回今回お土産あんねんけど、こないだもね、だいぶすごいのね、いいのいっぱいいただいたんですが、また買ってきてくださったんですか。いやいやいや、まあいつも、まあ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 気持ち、気持ちやる。うん、嬉しい、ありがとうございます。いやいやいや、もうなんかお世話やってるしな。そうで、今回、まあ、レギャルの生誕祭も2月にある。あ、おやおやおや。それ、まあ、一緒で申し訳ないねんけど、まあ、お土産と生誕祭の誕生日プレゼントとして、みんなで買ってきたから。いやいや、マジですか。ありがとうございます。いや、なんかそこまで気使っていたで。まあ、レギャル、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しい、なんか、嬉しいな。本当に嬉しいですね、なんか皆さん。いや、もう全然いいよ、もういい。もう沼津、許す。許す、許すもん。で、まあ、そのプレゼントはい、用意してもらおうと思って。いきなりちょっと来るんですか。じゃあ、まずは。あちょっと、お土産らしいものからね。お土産らしいもの、お土産、お土産、見ていきましょう。うわっ、うわっ。まあ逆の方がいいかな。逆の名前が。あ、こっちこっち。これか。おお。これはちょうど。これはこれは白飯さん。これは。ジュタロウみかん。これは季節限定のやつやから。限定？あ、なんかこの間なんかちょっと話してましたね。なんかほんまにジュタロウのみかん、今の季節がなんか。生産が今のシーズン。うん。ええ。2月3月ぐらいしか売ってないから。しかもこんな可愛らしいパッケージの。なんかすっごい美味しそうなみかん。すっごい美味しそうなみかんがなんかわざかあります。カンカンみかんやからな。そりゃうまいわ。せやな。これ、え、皆さんこれ食べてきたんですか。もう食べてるから。みんな反応した後やから。いや、これいいですね。さすが、これはもう多分白飯さんのセンスなのかな、このお土産は。もうこれはもう絶対に、これは僕からの。マジですか。ありがとうございます。さすが、さすがチカちゃん推し。いやもうこのだってこの箱自体がね、そう、何言ってこの箱自体がまずもうすごいから、これは全然ね、段ボールとして置いときたいですね。これみかん食べ終わってもこの箱として、もうなんかもう奈良さんのみかんぶち込んだりみたいな。いや、ありがとうございます。ちょっとまたちょっといただきたいと思います。はい、ありがとうございます。いや、まあ、じゃあ次待って、これだけじゃないかな。次とか言う第2弾。まあ、1個ずつ1個ずつ行く。これこれから1個ずつかな。ジャンプかまさない。ジャンプ
はい、はい、どうぞ。で、でかない。え、これ、これ、なんか出ちゃうみたいな。ストリーナーちゃう。ライトセーバーじゃない。ライトセーバーだ。怖い、怖い、怖い。あの、自分のネタ合わせが見えない。これライトセーバー、さっきに言われてまうっていう。こっちで、こっちか、こっちか。ちょっと開けさせていただきますかな。多分皆さんに見えるとしたらこう、この向きかな。その向きかな。じゃあ、先に、視聴者の皆さんに見ていただきたいと思います。いきます、せーの。じゃら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 。うえぇ、もう反射して見えるんだよな。反射して見えるんだよな。これ、マジっすか。え、これは、え、ちょっと待って。え、え、え、淡島ホテルの、あ、これ、だから全種類あるっていうか、まさか、この間いただいたのは、あの、それこそ安田屋の。こっちは淡島。え、でしかやっぱり買えない。いや、これは一応、淡島マリンパークに行けば売ってる。あ、淡島マリンパークに行けば売ってる。おぉ、すげえ。でも、すごいこれ。すごいよ、こちら。とうとうやろ。と、いや、もうとうとうすぎますよ。3年生。3年生。ここな。え、どこどこ？ここな。え、いや、ここでしょ。え、え、だいぶ始まった。惜しい、惜しい。何を争っていたの。みんながね。いや、でもこれは素晴らしい。いや、もうめちゃくちゃ可愛い。ありがとうございます。危なかったわ。危なかった。勝った時ラス4。うえぇ、危なかった。ギリギリ。いや、元から今日買う予定ではおってんけど。うん、マジでギリギリじゃないですか。ギリギリかな。どうなんやろ。ちょっと待って、一つだけ言っていいですか。うん、これジャブっすか、最初の。これジャムなんですか。これジャム、ジャム。でも待って、誰でもめちゃくちゃ痛いねんけど。うふーってきてんけど。いや、おはようございます。ちょ待って、ジャブがエグいぞ。次、まあこれはまあまあ、とりあえずこのバースデーカードじゃないけど、だからもらってきた。こんな可愛らしいバースデーカードいただきました。で、まあ俺らといえば、うん、俺らといえば何をよく飲む。よく優勝するやつ。優勝するやつ。ああ、いや、酒酒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 や酒や。ということで、セイク、あの言い方、松浦商店かな、はいはい、店員かな、あのとこで買ってきてんけど、はあ、こういうもの。何やこれ。こういうものを買ってきたんやけど。何これ、何これ、何これ。これは先に、じゃあこれから行きましょうか。まずは、もう、はい、こちらイーズラでございます。イーズラー、これあの有名なやつですよね。これ有名なやつですよね。イーズラ、ウミヤ、ウマ、ウミヤズラもいただきましたけど、こちらイーズラの方でございます。あ、じゃあじゃあ、これイーズラやからね、やっぱり。あ、やっぱこう、あれですか。やった。そしたら、はい、次、次、はい、次は、はい、また、あ、出た、マツラ1来ました。お、やっぱ金賞受賞してるね。なんかあのこの間ね、たくみくんからも同じやつをいただきましたけど、マツラ1来ました。ちょっと待ってもらって、で、最後のお酒が、最後のお酒が、なんか、最後のお酒が、よいしょ。マジでこれ、え、マジでこれ、マジです、マジです、黒沢ですよ。黒沢、黒沢やん。で、これ何か感じるものあらへん。このパッケージ、これで何か感じるものあらへん。マジでいいやん、マジでいいやん、マジでいいやん。お、すげえ。え、何これで、こんなんで売ってるんですか。そう、アゼリアセット。アゼリアセット、アゼリアセット、ネタでしかないやん。で、売ってた。そう、こんなネタありなん。すげえ。店の人のご好意とかもあるやろうけど。すごい。もうこれ買うしかないやろ。買うしかないでしょ。これ見てこれ、これ黒沢って感じ。え、アゼや。で、なんかね、これもね、これ甘い。富士山のやつ。これは何なんでしょ。何これ食べ物。ああ、おせんべいっぽいかな。うん、おせんべいもついてました。いや、すごいですねこれ。トイプロセット。一応俺黒沢は飲ましてもうた。お、すんごい飲みやすい。甘い、甘口、甘口、ちょっと甘口かな。つらいちも僕ちょっとだけいただいたんですけど、これもすごいね、さっぱりとして飲みやすかったです。これが一応アゼリアセットでプレゼントです。いや、ありがとうございます。いや、嬉しい。いや、めっちゃ嬉しい。セイクはもうね、だって俺みんなで優勝できますから。アゼリアの曲聴きながら。俺もしたい。それ俺もしたい。ぜひやろう、ぜひやろう。まずこれお酒セイク。あ、そうですね、セイクはお酒でございました。そうして、ありがとうございます。まだあんのか、マジか。次、誕生日、誕生日プレゼント。誕生日プレゼントはこれ。土産はここまで。これ、はい、誕生日プレゼント、はい、これ、はい。
おお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 あれ、現金してる人いる。これな、いや、存在は知ってたけど、これ、どこで売ってんすか、これ、これ前やってたナムコのやつで、大阪でやってる時に、もう終了2日前に発売して、おぉ、マジ、いや、あ、言ってたやつか。そう、これ多分持ってる人すげえ少ないと思うんですよ。大阪はもう少ないですね。へぇ、やった、いや、ありがとうございます。え、これ、ちゃんと存在感当てたら膨らむやつじゃん。そうそう、あ、ふたおぉオープン、セサミ、あ、シュー言うてる、うよいしょー、おぉ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 、このさ、この感じこの感じこの感じよき、いやー、うわ、ちょっと待って、これ、あ、いいわ、あ、ええ感じ。いや、めっちゃ嬉しいっす。いや、ありがとうございます。これは、これ食感も、この辺はもう、うん、あ、でもなんかまだ入ってる、彼から、あ、お、あ、太郎ちゃんこれ言い方人によって変わると思うんやけど、お、お、すごい、これはなんかピンバッジですね、これね、かなりちゃんのなんか天使編の、かわいい、これと、お、なんかいっぱいこちら。これね、ショップで、あれ、うわ、すごい、これはマリンパークのバースデーポストカード、バー、え、限定？限定です。マジ？ほんま素敵。なんかこれ、ね、こんなんか、かなんちゃんと、かなんちゃんと、かなんちゃん、かなんちゃんセット、それ5枚ぐらい入ってます。わ、すごい、バースデーセット、こんなんがあるんや。まず、カピトレ、カピトレ、はい、次は、カニャ、あはは、ロリ、うわ、うわ、それマジで、なんや、次は、お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 、あはは、次は、当てられたい、あー、これは、あー、当てられたい、そして、お、お、お、これは、ハート、おお、最後、最後、これは、これは、あー、もうのどい、やばい、で、まだこれはね、多分ね、あ、スクエアマグネットか、これはちょっと、これちょっと開けていきましょう。わしまで行ってきたけどな、トンネル。あー、よかった、はい、あ、あ、うわ、つい、これはやばい、スクエアマグネットのこれは3年生が、うわ、な、この絵が、これは、あー、いや、はい、まだありんすよ、まだワンセットありんすよ、これは、これは、これは、ドン、あ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 、まだ、まだ見ないで、あ、見ない、このカットあるんや、いや、かっこいい、これはイケメン、いや、もうこれはもう良きです、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、もうございます。で、最後に、あ、ちょっと、その前に一応、カナンちゃんのバースデーで、そう、カナンちゃんのバースデーで、まず、あ、カナンちゃんのバースデーで、まず、お、ちょっと、まあ、ごめんやけど、うん、これをね、そう、このうん、ちょっと、あの、あれ、船盛り、かなんちゃんの船盛り、そうそう、食べたかった、あの船盛り、いただいてきました、写真、いただいてきたよ、食ったんかい、美味しかったです、いや、美味しかったんかい、美味しかった、美味しいやろな、めっちゃうまかったよ、そこに、これの、まあ一応、まあ、あの、やっぱ、ついてるものがね、そう、あるので、付録、あ、いや、マジで、はい、船盛り食べる、いや、シュー、船盛り食べる、食べる、船盛り、船盛り、食べる、これあれやんな、なんかあのプスって刺さってるやつ、そう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 、やったー、これで俺も船盛りを食べた気分に、あ、じゃあ船盛りぐらい俺作ったらいい、
お天才かよ。サバフライサバゲルでよ、あ、すごい。アクアマルって書いてる。マル、はい。うん、え、ちょ、読んでない、読んでない。いや、いや、待って。それ、それ、アワシワマリンパークの。アワシワマリンパークの、お箸入れや。これを、普通の割り箸にこれに刺すことによって、もうどこでもアワシワマリンパークや。天才、天才。やばい、天才。開けてください。うわ、それやね、やっぱ。それがね。特典の特典の、あ、真っ白やから俺は見えないぞ。ランチョンマット、ランチョンマット、まあ、本当に神やけど、バーンって出たらカナンちゃんがバーン映るんかと思ったら真緑やった。あ、でもこれだからここに載ってるわけですよね、料理が。あ、でもハッピーバースデー、だからここだからもう来年に、来年に使えってことですよね、これ。来年に俺がこの上に何か載せる。あ、ありあり。それで、あ、ラミネートします。あ、ラミネートします。そんな感じました。ラミネートします。ではでは。で、これがもうラストやねんけど。おお。みんなからの。みんなからの。締めましょう。はい。あ、じゃあ俺ちょっと目つぶっとくわ。バースデープレゼントになっております。マルさんからの案で。俺からの案です。まだ目つぶってます。目つぶってます。はい、持ってください。持ちました。うわ、じゃ重い。重いよ。はい、どうぞ。はい。はっ、はっ、え、確か俺とレギュラーで確か日本橋行った時に俺が確か一回言うた覚えはあんねん。え、ちょっと待って待って待って、え、え、え、マジで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 、みんなで出し合って、うん、そう、え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 、嘘、え、これさ、対応しましょう。開ける。これ広げるの大変そうや。広げんのわしとしのめさんで、いや、二人で貼ってもつから。ちょ、やでいこか。マジ？これ。え、すげえ。待って、俺ようちゃん持ちたい。もう、あ、入ってますね。うわ。うわ。これで。うわ。すげえ。これはすげえな。これはすげえな。ああ、もう待って、ちょ。これは何ですか？カーテン。はあ、俺公式のカーテンです。公式のカーテンなんて、いやこれね、めっちゃ高いんですよこれマジ。皆さんありがとうございます。すみません。ぜひ使ってください。いや使うよ。使ってくれ。使う使う。使えるかなと思って。余裕で使うこれ。めっちゃ嬉しい。え、しかもこのさ、この衣装ってどれに使われてたやつこれ。やべもう。俺見てない。これ見て見覚えがないんだわこれ。あれや。あの上の服着てないやつは、そうですね、中は水着です。海や、海よ。だこれだからそれ自体もレアじゃない。もうあんまりこう公式もあんま使ってないような公式へ一回だけさらっと出た。スクエアコンだっけ。まあこれはヌーマーズの方で分かりてる。ヌーマーズで買ってみたい。あ、まあヌーマーズで。うん。いやもうありがとうございます。あ、お願いします。スタッフの皆さんありがとうございます。あ、ちゃんとね、このカーテンもちゃんとこれまでついてるね、すごい。こう、まとめるやつね、カーテンまとめるやつもちゃんと公式のことをアクアって書いてるんですよ。これすごいな。申し訳ないです、本当に。どうございます。いや、これ変な分ちょっといや、もうほんま全然もう嬉しいっすわ、そこまでやってくれるだなんて。誕生日もあるし、うん、もういつもお世話になってるもんで。いやいや、もう次こそは、そう、そうなんですよ。次こそはね、沼津行ってやるからな、ほんまに。ほんまに、言ってね、何月か、5月からやったっけ。5月から、それは3月から3月から3月からか、脱出ね、謎解きが始まるんで、また3月のどっか、そう、3月から6月、3月から6月か、6月までの間、ちょっと行きたいですね、ぜひぜひ、謎解きたいですね。俺がちゃんと企画するから。ああ、やったー、やったー、また沼津、やったー。あとは休みがでね、もう僕的にはもう本当に沼津行ったらもうやっぱりその動画は絶対に撮るんで、そうそう、そのまあ雰囲気もそうですし、まあすごくね、素晴らしい、もう皆さんがもう素晴らしいとこやって言ってくれてるんで、それをね、少しでもね、多くの人にお伝えしたいという気持ちもあるんで、ぜひね、もう俺を連れてってくれ。任せろ、ぜひ俺を連れてってくれ。車から、いくらでも出す。俺も車出すね、案内してやるし。嬉しいですね、本当に。いくらでもついていく。お、ついていく。いくらでもついていく。せやな、みんなで行こう。みんなで行こう。みんなで行こう。
というわけで、皆さん、まあ、本当に皆さんお疲れのところをわざわざね、お土産持っていましょう。またうち帰ってきてまたうち帰ってきてる、2人とも。自宅やから。お疲れやから。あ、自宅やから。なるほど。だって、もう俺入ってくる前おったもんな。というわけでね、まあ、こういう、沼津でのお土産を、開封させていただき、私の誕生日を祝っていただき、本当に幸せな続きをありがとうございます、皆さん。まあそんなこんなで、まあもうこのカーテンもね、またちょっとレギュラータクのどこかにちょっと設置したいと思います。いや改めまして皆さんありがとうございます。というわけで、今回の動画は、私レギュラーと白飯丸さんでーすでした。ありがとうございまーす。